はい、皆さん、今日もより子メイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。より子です。はい、そしてチュラです。寝てますね。はい、今日はですね、こちらの美顔器を使い始めたので、どんな感じか、お伝えしていきたいと思いますので、最後までご覧になってください。はい、また私のチャンネル登録していらっしゃらない方、応援を含めてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからチャンネル登録の横にありますベルボタンをクリックしていただいて、私から時々来るお知らせを受け取ってください。はい、では早速ご紹介していきたいと思います。最近ね、私の動画で毎回のように、ぼやいておりますが、シミ色素沈着気になっております。はい、まあ先日のね、美容外科さんの動画で先生にね、グイグイと、ピコレーザー以外の、まあ、たるみについてね、まあガンガン質問させていただいてたんですけど、まあ、それくらいね、たゆみに悩んでおりまして、まあね、年齢が年齢だから致し方ないんだけど、それにしてもね、なんとなくね、抵抗したいじゃないですか。うん、私ね、こっち側の方のたるみがすごくね、気になるっていうか、こうここね、普段普通にしてる分にはあんまり気にならないんだけど、動画で自分の顔を見てると、このここのところだけがトゥルって、もうこうたるみが出てて、それがね、すごく気になるのね。うん、すごく気になるんですよ。まあ私美顔器持ってるんですけど、母にプレゼントしてもらったもので、母と兼用なんですね。でね、いまいちね、いまいちというか、温めてちょっとブルブルしてする程度のものだからってね、あんまり気に入ってないというか、機能に満足してないんですね。で、やっぱりもうちょっとね、効果がある美顔器がね、欲しいなって思って、で、私はもともとエステサロンをやっているので、美顔器に関しては問屋さんからいろいろとこう情報も来るし、カタログなどもいただくんだけど、やっぱり業務用の美顔器ってやっぱり結構するんですよね。で、もともと私のエステっていうか、まあ、フェイシャルはオールハンドっていう形で、手で、リンパマッサージをしていくっていうのが、まあ、なんていうのかな、ポリシーといったら変なんだけど、まあそういう手でやっているので、まあ自分のためだけにその高価な美顔器を買うっていうのはちょっとどうかなっていうのは思っているので、まあ家で簡単にできる美顔器はないかしらと思って、まあ、いろいろね、探し始めたんですね。それで、まあ、このララルーチェ RF に、まあ、たどり着いたっていうわけなんだけど、まあ、この美顔器は私が欲しかった機能がなんかね、全て備わってるんですよ。で、なんていうのかな、まあ、他の美顔器に比べて手が出ない価格でもなかったので、とりあえずね、入門編としていいかなと思って、まあね、思い切って使ってみることにしました。私が欲しかった機能というのが EMS という機能で、 EMS にはシワたるみを改善する効果が、まあ、あるんですね。 EMS というのは電気の刺激で、筋肉を収縮させるので、ちょうどの筋トレをしているような効果を得ることができるんですね。それで血行を促進し、まあ、たるみなど、まあ、むくみなどを、改善させてくれるっていう機能なんだけど、まあ、表情筋を鍛えてくれるので、普段、まあ、こうやって喋ってて使わない筋肉とかも鍛えてくれる効果がEMS にはあるんですね。それ以外に、コアパルス、RF 波、ゲルマ半導体チップ、それから私のサロンでもね、最近導入しようかなって思っている LED ライトで、まあ、いろんなその美肌効果があるっていう、フォトトリートメントもこの、ララルーチュ RF にはついているんですよ。すごくないですかね。
フル装備なんですよ、ね、これだけ装備が揃ってると通常だと10万円近く、まあ、それ以上する場合も、ね、結構あるんですけど、これはね3万円台で買えるので、すごいなっていうふうに思いました。まずは、美顔器は水溶性のジェルを使っていきます。もしくは美容液ですね。今回私は専用のこちらのジェルを使っています。普通の美容液でも使えるみたいなんですが、 EMS の、ビリビリ感が、まあ、あの普通の美容液だと伝わらなかったりするので、やはり専用のジェルを使用された方が、私はいいと思います。はい、そしたらスイッチ、これコード製です。コードレスではないんで、充電式じゃないんですね。でスイッチ入れるとこのように LED ライトがついて、光ります。そして、モードが3つあって、まあ、弱いのと中間と強いのとあります。で最初は弱いのから始められた方がいいと思います。私は結構ビリビリ感が好きなので、中間から、一番強いものにしたりとかする時があるんですけど、通常は、一番小さいものから始めた方が、ライトってやつかな、から始めた方がいいと思います。で徐々に、まあミディアムにして、ハイにするっていうような感じにした方がいいんではないかなというふうに思います。はい、チュラさんのブブブがすごいですね。で、滑らせる方法はゆっくりと筋肉の流れに滑らせに沿って滑らせていきます。あんまり早く動かしてしまうと効果が半減してしまうので、とにかく筋肉の流れに沿ってゆっくりと動かすようにしてください。5分ごとにタイマーが切れるので、私は半顔をだいたい 2サイクル、まあ、10分ぐらいやって半顔いきますね。で今日は分かりやすいように、たるみが気になる方の向かって右側のお顔の方を重点的にやっていきます。はい、もうちょっとやっただけで、なんとなくなんですけどフェイスラインがすっきりしたように感じますね。で専用の美容液なんですけど、すぐにこう吸収してしまうんですよね。なので私は、ネットでいろいろ検索したら、パナソニックの美顔器用のジェルが結構乾かないでおすすめっていうのが出てたので、それを使用しています。ただこのパナソニックのこのジェルは美容液成分、まあ、トリートメント効果ですよね、成分を見たんですけどほとんど入ってないので、やはり栄養効果の高いというかトリートメントの効果の高い美容液を先に、水溶性の美容液を先につけてから、このこういった美顔器用のジェルを使うようにしています。リラックスしながらねやるのが大切ですね。もうかなり目の高さはね引き上がってきましたね、かなりねフェイスラインも引き上がったように思うし、あとね目の下のたるみも微妙なんだけど、まあ私のクマじゃね分かりにくいと思うんだけど、目の下のねたるみもね薄くなるんですよね。でこの美顔器効果が高いので毎日やるものではないのでお気をつけください。週に3回ぐらいか、私はだいたい週2ぐらいでやっていますね。はい、こんな感じで、この、ララルーチュ、RF を使い始めたんだけど、ちょっとねしばらく、使っ
してみようかなっていうふうに思います。こちら の美顔器ね、まあ、私のちょっと伝えにくかった部分もあると思うので、動画説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。結構ねこのピリピリ感すごい気持ちいいから、まあそのもちろんねリフトアップとかそういうのの効果も期待するんだけど、まあヒーリング効果とかあとリラックス効果もすごいねあるので、はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。